さらに、強い力で押さえつけ、体を触った。服も脱がされそうになった。A さんは、激しく抵抗します。揉み合った後山口さんが、タバコを吸いに部屋を出たところで、A さんは、友人とマンションから走って逃げたのです。この日に、A さんは警察に被害届を提出し事件が発覚したそうです。警察取り調べに対して、山口達也さんは、酒を飲んでいて覚えていない。 と初めはめ容疑を否認ししていました。取り調べが続いていく中で、容疑を認めたとのことです。山口達也さんは、2018年4月25日に、強制は移設容疑で書類送検されました。